福山通運の年収って結局いくらなん？こちらアチョラジオアチョラジオお時間です。はい、今日もジム帰りでクタクタでおります。はい、最近なんかめちゃめちゃ走り込みをしておりまして、なんか走った後ってもうずっと心拍数とかめっちゃ上がってるじゃないですか。だからもうなんかこうぜーぜー言ってる感じなんですけど、まあほんまはね、もう帰ろうかなと思ったんですけど。でも最近全然動画撮ってねえなっていうことで、これはまずいなっていうので、まあいろいろ喋りたいこともありますしね。まあ今日はね、動画を撮って帰ろうかなと思って動画を回しております。はい。ということで、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンと、こうやったら軽貨物稼げるんだよっていう記事もね、私書いておりますので、ぜひそちらのチャンネル、見てほしいのと、チャンネル登録してほしいのと、グッドボタンしてほしいなと思います。はい。ということで、新しい記事書かないんですかっていうかね、書いてほしいですっていうお声もいただいておるんですけど、まあ、近々何か書こうかなと思っておりまして、まあ、どういうことがね、まあ、なんか、ノートって結構、ほんまめちゃめちゃいろんなことを暴露したいなと思うんですけど、あんまりすると、怒られるんですよね。ノートの運営の方に怒られたことありまして、だからちょっとなんかいろいろ制限されてるなっていうのもあるんで、でもまあなんかいろいろ書きたいこともあるんで、まあその辺見つけて書こうかなと思っておるんですけど、はい。そんなこんなで、今日は何を喋ろうかなと思って、ずっとこれ言いたかったんですけど、福山通運と、性能さんですね、性能ホールディングスさんの、ちょっと年収問題をちょっとなんかこう喋りたいなと思ってたんです。というのも、僕何ヶ月か前に、ショート動画やったかな、この動画やったかちょっと忘れましたけど、出したんですよ、動画をね。年収700万円以上だよっていう、動画を出したんですよね。じゃあそれでなんかこういろいろコメントで、いやそんなねえよみたいなね、そんなあるわけないみたいな、そんなもらってないですみたいなコメントがあったんですよ。嘘をつくな始まると嘘をつくんじゃねえ始まるみたいな感じでめちゃめちゃ嘘つき呼ばわりされたんで、ちょっとその辺のね、なんかちょっとまあ弁明と言いますか、そんな責めんなよみたいな、やめてくれよみたいなね、感じで、なんか広本蓮みたいになってしまってる感じだったんで、やってねえよみたいなね、感じになってしまったので、ちょっとその辺ね、もう一度改めて深掘りさせていただきたいなと思いまして動画を撮っております。はい。ということで、まあ、早速なんですけど、福山通運と性能さんの年収がね、ドライバーの年収を700万円以上にするっていう記事があったんですよ。というのも、日本経済新聞のインタビューで、路線便大手の福山通運の社長は、周配車のドライバーは年収600万円以上、長距離ドライバーは年収700万円以上を最低基準、最低基準ですよ。最低ね、最低基準とすると発言したと言っております。はい。言っているんです。はい。これはもう、紛れもない事実でございます。で、実際ね、まあ、深掘りしていく前に、実際にその福山通運と性能さんで働いてらっしゃる方からね、いろいろコメントをいただいております。福山通運の周配ドライバーですが、その話すでに都市伝説化していますと。もうすでにこの発言した社長はね、この発言したんて数ヶ月前なんですよ。数年前とかじゃなくて、数ヶ月前、今年の話ですよ。何やったら半年も経ってないです。2、3ヶ月前とかなんか多分そんな、もうちょいかな。まあ3、4ヶ月前とかそんなもん、だから数ヶ月前なんですよ。もうすでに都市伝説化してるみたいなね。そういうコメントもいただいたり、地方の腹痛の末端は、月の手取り14万円前後ですよと。月の手取り14万円前後って、まあ、総支給にしても20あるかないかよね。年収600万、最低ね、周配車のドライバーで年収600万、最低基準が600万円やのに、実際はそんなねえよ、みたいなね。他にも、腹痛は年収が350万円ぐらいだぞとか、福山通運は夜間大型は400から600、昼の周配は400くらいですかねと。働いている皆さんの意見参考にしました。最初の研修は6ヶ月あります。長いね。
その間はだいたい手取り20万円です。頑張って働きましょうとか。なんかね、地域によってえらい差が、あるかなっていうところですね。んで、他のコメントも、なんかまあ、性能さんで、まあ、600ちょっとがもう、もはや限界と、700万はもう地方じゃ無理だよっていう方もいらっしゃったり、もう700万もらってるっていう方も、いらっしゃったりね。まあ、なんかその場所場所によってなんか違うみたいですね。もう絶対に無理って言われてる方ももう結構おられます。もう絶対に無理だと。食事補助足しても無理だと。言われる方もいらっしゃったり、腹痛行くなら普通に工場勤務の仕事した方がいいとか、性能は腹痛の半分ぐらいとかね。なんかみんな違うんですよ。言ってることがね。言ってることがもうすでに700万を超えてるよみたいな方もいたら、もうこうやって年収、まあ地方でね、手取り14万円だとか、研修の間は20万円ぐらいだとかね、いってもまあ400前後だとかいろいろあるんですよ。でもね、でも皆さん間違いない事実は、事実として社長がねそう言ってるんですよ。もうこれは残っております。調べたらすぐに出てきております。社長が明言しております。最低ですよ。福山2の社長は最低ね、周配車のドライバー年収600で長距離走ってくださる方は、700をもう最低基準とするって言ってるんですよ。もう、これは、言ったらいいんじゃない全然届いてねえじゃねえかみたいなね。だって目標とかじゃない、ないんやで。これを狙っています、こうしたいですとかじゃないんですよ。こうしますと言ってるんですから、もうそうなるんじゃないですかね。まあ今年言ったので、いきなり今からっていうのはまあさすがにちょっとね、それはまあ無理かもしれないですけど、まあもう来年ぐらいからこうなるんじゃないですかね。だからこうわかんないですけど、今はこういう少ないけど、こうちょっとずつね、上がっていくのか、もう来年ぐらいから一気にドライバーさんの、まあ4月ぐらいからね、一気にガンって給料が上がるのか、まあどういう、まあ手当とかになるのかね、どういう感じになるのかわかんないですけど、最低、皆さん600万円以上あるらしい。だから、こうね、僕がこう普段車を走ってて、まあ周配のドライバーさんとか見つけたら、あの人、600万円以上もらってるんやなって思いながら、僕は見てます。はい。よく走ってるじゃないですか。性能さんでもね。福山通さんでも、よく、こう、路線便で走ってやるじゃないですか。周回して、周回行って、みたいなね。あの人も600万円以上もらってるんやなって思いながら、見てますよ。はい。だって、言ってあるんやもん、社長がね。で、僕に来たコメントで、何を根拠にそんなことを言ってるんだ、みたいなコメントもあったんですけど、その、福山通運とかね。で、まあ、性能さんも、この、レンジを狙ってるらしいんですよ。でも、性能さんも、この給料に、まあ、なんか、まあ、狙ってるっていうかね、まあまあ、するかな、狙ってるかな、みたいな言い方をしてたんで、だから、福山通運と性能さんは、この給料らしいんです。なんかね、これも、その地方によって違うのか、場所によって違うのか、性能の方が給料いいよっていうコメントもあるんですよ。あるけど、まあ、さっき言ったみたいに、性能は福山2の半分ぐらいだよっていうコメントもあったり、だからね、その場所によって違うのか、そのやっぱ担当してるエリアのね、まあ、周配業務、ああいうのはもう、その佐川さんとかと一緒で、セールスドライバーみたいな、感じなのかな。だからまあどんだけ集荷してみたいな部分もあるのか、ちょっと僕福山通運さんとか働いたことないのでわかんないですけど、まあそういうセールスドライバーみたいな感じだったら、そういった歩合とかもつくので、やっぱその辺でちょっと給料変わるのかなと思うんですけど、でもまあまあまあみんなやかんや皆さんが言われる限りは、今だいたい400万ぐらいらしいですね、実際ね、今現在もらってるのか、それがだから200万ぐらいアップするんじゃないですか。めちゃめちゃいいやん。200万アップしたら違うよ。年収200万アップしたら全然違うよ。ほらやる気もなくなるって上がるし、ほらね、みんな集まるよね。人はね、ヤマトなんかやめるわな。みんなヤマトなんかやめてさ、福山ツーンと性能行くわな。それもありよね。だからヤマトさん言ってる方は、そんな激務に耐えるぐらいなら、ほんまに腹痛とかね、性能とか言ってる方が僕はいいんじゃないかなと思う。だって今実際僕の会社に来てくれる性能さんってめちゃめちゃいい人も多いもん。てか嫌な人いい。
結構ね、こう、なんか、言うたら悪いけどね、この、運送会社さん、大手の運送会社いっぱいあるけど、やっぱね、なんか、人が、みたいなね、とこ結構多いんですけど、性能さんはマジで、めちゃめちゃみんななんかいい。なんかほんまになんかしっかりしてある。だからね、僕は性能さん大好きなんで、性能さん推しなんですけど、まあ先ほども言いましたけどね、何を根拠に給料上がると言ってるんだって、言われたんですけど、まあ何もね、運賃の値上げだけで、給料が上がるとは、福通さんも思ってないんですよね。だから、やり方としては、ライバルであるはずのね、性能さんとかと共同配送したりとか、ドローン配送したりとかね、いろいろなんか事業を変革に向けた様々な取り組みを行っておるということなんですよ。しかもね、素晴らしいことに、ここはね、やっぱりなんか大和さんと違うなって思うところがね、こんなん言ったら悪いですけど、大和さんとやっぱ違うなって思うところが、なんかドライバーさんの気持ちをね、分かってくれてる。ドライバーさんの収入アップだけではなくてね、やっぱり性能とか腹痛って、この、手積みとかのね、イメージがあるんですよ。やっぱ僕の中では結構あるんですよね。だからやっぱ腹痛とか性能って聞くと、手積みやんとか、手下ろしやんとかね、なるんですけど、そういった削減も、待遇改善をね、そういった合わせて、改革すると言われてるんですよね。だからその辺がね、ちゃんと分かってくれてるなと、ドライバーさんの気持ち分かってるなと思うんですよ。やっぱまあ、大和さんとかさ、何も、こう、分かってくれへんやんか。数字だけやん。ほんまに、売上とかさ、経費削減とか、そっちばっかりでさ、全然ドライバーさんの気持ち考えてくれてないなって思うんやけど、まあ、福通さんとかね、こうやって考えてくれてますし、性能さんもね、一緒に協力して、やっていこうよって言ってくださってるんで、性能さんのね、やっぱそういった待遇とかもどんどん改善されていくであろうし、年収がね、なんせ上がるということで、もうこれでね、上がらなかったら、ほんまにストライキ起こしていいんじゃないかなと思うんだ。だって、上げるって言ってやるんよ。はっきりとね、そう申し上げてやるんで、まあ、いきなり今年からっていうのは、まあ、さすがにね、あれでしょうけど、まあ、次のね、4月ぐらいから、まあ、上がるんじゃないかなと思って、実際これがね、路線便で走られてる方が、年収、まあ、600。で、まあ、長距離の方が年収700ってなったら、まあ、集まるよ。だいたいさ、だいたいまあ、僕のとこの地方のトラックドライバーさんとか、4、500なんよ。長距離で500ないかな。まあ、中距離とかで400、ぐらい、この聞くんですよね。実際どれぐらい払ってるんですかってなったら、やっぱ中距離ぐらいで400で、ほんまの、何路線便、まあ、近場を走ってる方とかやったら400届いてない。350から、まあ、400ぐらいの間、みたいなね。感じらしいんです。長距離で500、年収にしてね、12月とか空いた繁忙期とか含め年収にしたら500行くか行かんかぐらいみたいなね、ところなんで、そう思うとさ、やっぱり、まあ最低でも600、700は欲しいよね。こんだけ24年問題とか言われて給料ダウンとか言われてる中、そういった給料バーン上げて、そういった、でもなんか手積みやみたいなね、手積み手下ろしやがで行きたくないって思われてる方もその辺もね、改善していただけて、なおかつその年収なら、ほら人は集まるよ。めちゃめちゃ集まると思うよ。俺やったら行くもん。このドライバーの仕事してて、やったら行くよ。だって年収がね、ほんだけ変わるし、ほんだけ待遇がね、良くなるんやったら、ほらみんな行くよね。ということで、まあ、人材確保という面ではね、やっぱそれが一番よ。給料を上げて待遇を改善する。そしたら自然とね、人を集まってくるんで、その辺がね、なんかこう、分かってくださってるっていうのがいいですよね。まあ、あんまり言うと怒られそうですけど、大和さんはさ、大和さん、もうちょっと分かってほしいよ。あんないいさ、なんかいろいろ改善してくれてるって方、その、消費者のためにね、このお客さんのためにめちゃめちゃいいことをね、めちゃめちゃいい改善いっぱいしてくれてるんやから、やっぱもうちょっとね、もうちょっとだけドライバーさんに寄り添ってあげてほしいなと思うんで、この状態で大和さんは値下げするって言ってますからね。そんなんしたら給料、ドライバーさんの給料も下がっちゃうやんって思ったりとかさ、
こんなんやったら、なんかドライバーさんもっと激務になってしまうやん。ほらなんか運賃下げたらみんなさ、頼むやん、山本さんに。いや、荷物がどん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 集まってさ、ドライバーさんど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 ん激務になるのに、給料は上がらへんとかさ、そんなんかわいそうよ。あ、だからまあその辺はね、やっぱりこう、福山ツーンさんみたいに最低600、長距離700にするっていう、はっきりとした数字を出してくれれば、僕らもさ、やっぱいいなっていう、行きたい人もやっぱ出てくるかなって思うんで、そういうなんかね、すごくいいなと思いますし、これは僕はちゃんとその記事をね、見て、発信してるので、嘘とかじゃないです。嘘をつくな、始まるみたいに言われてますけど、嘘ついてないからね。うん、だからまあ実際もらってないのであれば、やっぱそれは、ちゃんと言った方がいいんじゃないかな。ただ、今年からはさすがに無理でしょうけどね。今言ってから今いきなり上がるっていうのはさすがにちょっと無理だろうから、まあ来年ぐらいからね、まあ上がってくるんじゃないかなと思いますんで、まあその辺はこう、今働いてらっしゃる方はね、期待して待っててもいいんじゃないかなと思います。はい。今日はまあちょっとずっと思ってたんです。これはずっと喋りたいなと思ってて、福山通年収問題ね。でまあ今実際400ぐらいらしいですね。こっからさ、200万ぐらい上がったらさ、ほら、やる気出るよ。ほら、生活、マジで変わるよ。200万年収変われば、マジで変わる。うん、まあまあ、その辺もしかしたら、なんか、いろんな仕事をさせ、増えるかもしれないですけどね。その、性能さんと共同配送するみたいに言ってるから、今の仕事プラス何かをしないといけなくなったりする可能性もありますけど、これは一緒のやり方しててね、年収とかね、給料とか会社の業績が上がるわけではないので、絶対に何か、プラスで、うん、荷物を運ぶっていう方法を取られると思うので、やっぱそれ分ね、その分ドライバーさんの、まあ、やっぱ負担が増えるのかもしれないですけど、まあ、その代わり年収が上がるっていうのでね、まあその辺を天秤にかけて、どうなのかなと思いますけど、まあそれはそれでどうなっていくのかっていうのをちょっと楽しみなんで、僕もまあできたらその辺新しい進捗状況が入れば、ね、こうやって動画に配信していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でいきたいなと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。